こんにちは、タウンデコのマルです。今日はですね、また、グリーン牧場さんの方にお邪魔しております。ご覧の通り、今日はね、いちご園の方にお邪魔しておるんですが、今日はスペシャリストを、呼んでみたいと思います。いちご担当の臼井さん。はーい、ね、あれ、いらっしゃいました。ご紹介いたします。臼井さんです。自己紹介お願いいたします。はい、茨城県の下館市生まれです。現在52歳臼井です。よろしくお願いします。あ、お願いいたします。ちなみに独身ですか？いや、あ、残念、口説けなかったですね。はい、じゃあ今日はね、いちごを、いっぱい紹介していただきたいと思います。紅ほっぺっていう種類のいちごです。10年ぐらい前に静岡県で開発っていうかできたいちごなんですけど、立ち乃花っていう香りのいいいちごと秋姫っていう甘くて大きいいちごが親でして、でその紅ほっぺっていうのは甘くて大きくて香りのいいという三拍子揃ったいちごです。まだあまり、お店なんか出てないんですけど、これからどんどん出てくる、人気の種類になるいちごですね。とっても甘いです。それからこちらになってるのが普通より1ヶ月半早くできた、植え付けしたいちごなんですけど、早出しいちごということで今売りに出してるところです。でこちらは通常の栽培で、これから12月中旬から食べ頃になりだすいちごですね。いちご狩りの方は12月中22日から5月いっぱいまでやる予定でいますので、ぜひおいでください。じゃあ臼井さん、こちらなんですけども、はい、20分1400円なんですが、食べ放題ですか？3日ほど腹を空けてから来ても大丈夫ですか？昨年女性の方で、55粒食べたっていう、ヘタをみんな取っといて数えたら55粒、約1キロ以上食べた方が最高ですかね、今まで女性の方。1キロ。はい、はい、どうぞ試食してみてください。食べちゃダメってさっき言われたね、ヘタの後ろから、ヘタを取って、お尻から食べるのがいい。うん、すごい甘い。甘いっすよ。うん、もう一つ、うん、これだといっぱい食べられるよね。これでエコなんですね。いやー、素晴らしいことに取り組んでおりますね。まあね、そういう中で育ったこのいちご、はい、では今月ね、12月22日から始まります。どうぞ皆さんね、食べに来てくださいね。何度も言うようですが、20分間食べ放題です。まあその他プランもありますが、その他はね、臼井さんの方にお尋ねください。それでは皆さんのお待ちを申し上げております。じゃあねー、来てねいらっしゃいませ。Thank you.
105円なのに高級洋菓子店のお味が、105円で高級洋菓子店の味が味わえるということ。東京だったら189円ぐらいで売ってる商品の味、お味が105円で買える。あ、そうですね、このビエムっていうのが一番定番商品になります。お、はい、今年の冬にですね、さつま芋っていうのが、さつま芋っていうのが新発売になりまして、これが中に入りまして、ええ、中にごまとか、はい、お芋のお味になっております。これはちなみにケーキですか、焼き菓子です。焼き菓子、はい、手軽な感じです。よろしいですか、このぐらいの大きさです。ぜひね、こちら20本入りで997円です、ね、お求めやすいです。1000円でお釣りがいきます。3円、ね、ぜひ買ってってくださいね。ビッグなおのこにビッグなパワーストーン、グループタンダム。Awesome.